これ分かりますよね。カード。カードってカードのことですよね。これタロットは何かというと、これ、まあ、タロットカードのことなんですよ、実は。うん、最近私ハマってるこれあれなんですよ。まあこれまあ、日本語もありますけど、今日お持ちしたのはこういうやつですね。こういうやつ。これボイジャータロットカードっていうのですね。ボイジャーって昔ほな宇宙火星か何かの宇宙探索船がありましたよね。あそこから取ったあれなんですよ。でこのボイジャーカードっていうのは、まあ、どういうあれかと言いますと、こういうカードがですね。まずこれ占いするやつ。そうですね。でも本当に占いっていうか、本当は自分のその潜在意識に問いかけてくるやつなんです。占いというよりはね、それで自分で納得し、自分で要するにこの占い師が見てこれこうですよというよりは、このね図柄を見ながら自分でいろいろと悟っていく、そういう面白いやつなんですよ。でこれ78枚あって、これ何のマークだと思います？でこれは DNA のなんか断面図らしいですね。でこれがですね、アメリカのこの心理学者がこの作ったこのタロットカードなんですけども、要するにこのタロットカードというのはもうマルセイユというこのタロットカードがあって、もう200年300年経ってて、まあ、現代にふさわしくないということで新しくこのカードをね、こういう感じでこの綺麗じゃないですか、こういうので作ったんですよ、現代人に、ね、合わせてっていうこと。最近これがハマってて、私もいろいろと悩んだ時にどうしたらいいかなって、これ見ながらこの答えがね出るくんですよ。やっぱり自分にふさわしいこのカードを引くんですね、これ、それでなんか一つね、ちょっと判断の基準している部分があるかなと思うんですね。ちょっとこれちょっと遊んでみましょうね。